はい、皆さんこんにちは、ママチャンネルです。今日は今月私お誕生日ということで、パパからお誕生日プレゼントをいただきました。ずっと欲しかったポンプです。磁石です。なんかコードコントローラー、はあ、よく書いてることが分かりません。両面テープ、こんな感じです。こちらですね。これはジェバオじゃないの？ジェコードって書いてある。ジェコード。ジェバオだと思って、これパパがお誕生日プレゼントに買ってくれました。13,000円ぐらいですね。クロスフローウェーブポンプ。クロスフローウェーブポンプです。CP25 って書いてます。ジェバオじゃないの？ジェバオじゃない。パッケージ同じだよ。でもここジェバオって書いてない。ジェコードって書いてある。ジェコード。ジェコード？謎ですね。でもさっき携帯で調べてみたら、ジェバオスラッシュジェコードみたいなの書いてあったんで、元の会社は一緒なのかな？謎ですね。パクリ品だったらちょっとやだな。さてさて、これを読んで。これはね、4つのモードが選択できます。固定水流モード、完結運転モード、正逆交互回転モード、リーフモード。なんかいろいろ書いてますね。ご説明書です。はい、今こっち側の水流は止めました。久々に取り付けると思います。久々ですね。こちらに。くっさくっさ、あ、やばい、超ゴミが舞った、やばいですね。ちょっとお掃除しながら、お掃除してみますか。やばい、あぶ、これここマグネット超強力です。取り付けていきたいと思います。危ないな、ちょっとつけてみます。よし、今スイッチを入れてみると、わ、めっちゃ気泡が出る。気泡が出るな。なんだこれ。どうしたい。なんだ、波はいい感じですが、調節の仕方がわからない。今ブー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 のやつ。説明書ね。ちょっと調節してみますね。フラグがカタカタ言ってます。
で、こっちに取り付けたんですけど、これでモードを切り替えるみたい。今これリーフモードですね。でこれかな、ブッ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 って、これなんか逆流とか清流とか、なんかこう水の流れを逆にしたりいろいろしたりするやつ。切り替え、これで強さとかスピード調節します。そしてこれがなんかなんだっけな、あ、これがその逆回りとかにするやつって書いてあったかな。なんか設定するやつらしいですね。でこれが感覚のやつなのかな、感覚の調節ですね。ちょっとテーブルの横に、テーブルじゃないですか、この台の横につけました。はい、こんな感じです。右側のここに取り付けてみて今調節してたんですが、今リーフモードにしてみました。ワッシャー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 の感じですね。すごいですね、なんかこれ一つでいいんじゃないかってぐらい。今結構弱めにやってるんですけど、それでも全体がワッシャーワッシャーワッシャーってなってる。すごいですね。ちょっとこれから調節しながらサンゴの様子を見ながらやっていきたいと思います。 いいですね、これスマートだしね。なんか水槽がすっきりして見えます。いいですね、ちょっと様子を見ていこうと思います。いいものをもらっちゃいましたね。ちょっとね、みんなね、いきなりの水流でびっくりして縮んじゃったやつもいるし、束ねサンゴなんかさっきグラグラしてフラグラックから飛んでいきそうになったし、こいつもポリプ半分縮めちゃったし、フラワーコーラルはもういいですね。心地いい水流なんでしょうね。素晴らしい。こんな感じです。お誕生日プレゼントいただきました。やっぱね、誕生日とかクリスマス一番水槽用品が嬉しいかないいですね。ちょっと様子を見て経過を見ていこうと思います。いいですね。わっしゃわっしゃわっしゃ、もうちょっと強くてもいいかな。僕もびっくりしちゃったみたい、ハゲちゃった、ごめんね、びっくりさせちゃったね。こんな感じです。それではチャンネル登録、高評価、低評価、コメント、リクエスト、何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。